ガンダムの偽物、カンタム。お台場に実物大展示という架空の設定で AI が描きます。ちょっと残念なクオリティ、チープなカンタムコレクションを AI が描きました。アメリカで見つけたお宝、アンティークの数々を AI が描きます。AI がレトロなお宝を描きました。猫のおもちゃが川を占拠、猫軍団を AI が描きます。おもちゃだけでなく、本物の猫も一緒に川下り。AI が猫軍団を描きました。万能の天才と言われるレオナルド・ダ・ヴィンチ。発明家の一面もあり、アイディア・スケッチを多数残しています。錬金術のメモが発見されたという設定で AI が描きます。AI が錬金術のダ・ヴィンチスケッチを描きました。風の谷への帰路を急ぐナウシカだったが、まずは守り石を返しに村へ立ち寄った。失われた村と呼ばれる辺境の地で暮らす人々、村長から言い伝えの続きを聞かされる。伝説の人が次に向かうべき場所は賢者の祠だという。守り石を返そうとすると、守り石はもうあなたのものだ。風の谷に戻るには遠回りになるのだが、直感に従い祠に立ち寄ることにしたナウシカ。伝説の人を見送る村人たち。止められないの？もう止められないの？ああ、言い伝え通りになる。我々はそれを見守ることしかできないんだよ。賢者の祠は村人は決して近づかない場所、立ち入った者は4日で亡くなってしまうという呪いの祠だったのだ。今回ご紹介するのは未来の車。
AI がガウディをはじめ有名なデザイナーのスタイルを組み合わせて新しいデザインカーを描きます。AI が斬新なコンセプトカーを描きました。今回ご紹介するのは架空のフォトコンテスト、雪国の猫を AI が描きます。厳しい冬を生き抜く雪国の猫を AI が描きました。最後に時間の関係でニュースに入れられなかった映像をいくつかご紹介します。以上、AI 描写による架空ニュースでした。